自分はですね、アイオニウムの中では黒胞子がね一番好きなんですけど、その黒胞子よりね好きなのがこれですね、黒胞子錦。すごい綺麗です。こんな感じでね、ものすごく綺麗。これとかが日に当たってる方はね、こういう感じ、こうなんピンク色と言いますかね、こう黒とねこの赤色のこうコントラストがねものすごく強く出るんやけど、日に当たってないとね、ちょっとこういうこう淡いような色合い、これはこれで悪くないかなと思いますけどね。全然違うでしょ、葉の色がね。うん、こんな感じで、まあこういうふうにね、好きなんやけど、以前ですね、これ差し木してたやつやったかな、それがねこう枯れたんすよね。これこういう感じ、この鉢自体はね、嫌いじゃないんやけど、どうもこの鉢に植えるとね、なんか調子が悪い。前がね、何をやったんかな、チャールストンかな、ちょっと植えてたんですけど、なんかね、いつも調子を崩すんで、これちょっとね、リベンジ植えっていうか、それをやっていきたいなと思います。で、なんでまあこれに植えるかっていうと、まあこれをね、ちょっとそろそろ植え替え時期やなと思って、こう、思ってるんやけど、こう、鉢が軽いと、背が高いんで、こうやっぱ倒れるんですね。ですので、こういうこう重量のある重たいやつに、これをね、こう植え替えていこうかな。サイズ感的にもいいかなと。これからこっちにこう変わってくるからですね。だからちょっとね、こちらの方を、まだね、時期もいいんで、冬型っていうのは、5度から20度ぐらいだったかな。その生育適期がですね。ですので、ちょっとね、鉢を一度ちょっとこう見直すのと、それとまあ植え替え、そういった要素をねちょっと取っていこうかなというふうに思います。はい、こちらの方ね、早速こう植え替えようかなというふうに思いますけど、少しまだ生きてるかもしれんですね。ちょっとこう触ったらちょっとこう生きてる感をこう感じるからですね、まあ、もったいないのでこっからこう折れたようになってますけど、切ってみましょう。色があんまり良くないけどね、どうかな、厳しいかな、まあ、けどこれこれでね刺してみましょうかね、これからつけばね儲けもんなんで。ほんで、こういう大きいやつにこう植えてたんやけど、こう茎が全然成長してないんですよね。やっぱなんかね、根もあんまり伸びてないよな結局はね、こんな感じなんですよね。なんでかなぁと思うんやけど、穴がちょっと小さい。ああ、で、そうか。根が、どうなんやろうな。結構その、水持ち、あれはその、水好きなんで、ちょっとこう、こういうこう、腐葉土とかこういったの入れて、水持ちよくね、したつもりなんですけど、あんまり、こうなんか根が張ってない。ちょっと張ってたのかな、ちょっとね、いまいちなんですよね。水はけがすごく悪かったんですよね。水はけがすごく悪かったんで、ちょっとね、まあ、こういう鉢なんで、息してるんかなと思うんですけど、なんか内側がちょっとね、コーティングされてる感じもあるんですよね。ですので、水が好きとは言いつつ、水はけはやっぱ良くしないといけないので、どうしようかな。すごくはけなかったんですよね。ですので、ちょっとね、ドリルで小さなのをちょっと開けようかなというふうに思いますけどね。して、もうあえて水はけ良くして、もう水やりの回数をこう増やすのはね、こう少しめんどくさいんやけど、そっちの方がね、より成長にいいんじゃないかなというふうに思います。ですのでちょっとね、こちらね、穴を開けてみます。穴を開けるとですね、こんな感じ。2箇所開いとくとですね、まあ片方からこう空気が入ってこっちから出たりとか、こうちょっとこう空気の動きがあるんで、まあ、もう1箇所ね開けてもいいかなと思いますけど、まあちょっと
2箇所だけにしときましょう。で、こう開けて思ったんやけど、これまあ陶器とかいうことじゃなくて、こう、なんすかね、こうコンクリートを固めたような、なんかそんな感じなんですね、これ自体はね。うん、ものすごく肉厚、底の方がですね、こう見ても。ですので、まあちょっとこれでね、ちょっと厚底に、大きめの石を入れて、とにかく刷毛よくね、うん、やっていこうかなと思います。やっぱりいる、まあ水持ちもね、大事なんやけど、やっぱりそれよりも、刷毛の方をね、重視した方が、谷口にとってはね、いいかなというようなことで思いますので、そういうふうにね、やっていきたいと思います。はい、それではですね、早速植え替えをしていきたいと思います。こちらの方ですね。やっぱこういうふうにね、だいぶこう背が高いんで、よく風でね、このプラジだと倒れるんですよね。ですので、これをね、植え替えようと思います。こちらもね、ああ、ちょっと水のあげすぎかな。なんか、いくら水付きとは言って、ちょっとあげすぎましたかね。なんか少しこう、苔のようなのがね、ちょっと生えてる感じですね。ちょっと、水好きっていうことに自分がちょっとね、こだわりすぎてるのかもしれませんね。うん、水持ちがそんな良くなくても、水やりの回数だけね、多くすれば、結局それは補えますんでね。うん、水持ちのいいやつをすると、水やりの、その回数っていうのはその減りますけど、うん、そこさえね、めんどくさがらなければ、水はけのいいやつの方がですね、絶対植物にはいいので、はい。これはまあ大事にしてるやつやから、こう、水やりの回数が多くなってもね、なんかこう、自分自身が、それを食ろうと思わない。やっぱ気に入ったないはね、そういうふうに思いますんでね。はい。ですので、水はけよくね、やりたいと思います。こんな感じでね、ちょっとね、中にもこう、苔が生えてる感じなんやな。だから、ちょっとそこら辺をね、やっぱり今回、処理をしようと思います。鉢底石、入れて、で、綺麗にね、一度洗いました、こちらをね、洗剤でね。まあ、植え替えするからって、そのまんま使うんではなく、綺麗にね、一度洗っとく方がいいんじゃないかなって自分は思うんですけどね。だから結構、植え替えの時っていうのは自分はこう鉢をね、綺麗に洗剤で洗う場合が多いですね。はい。だから普通のね、エケベリアと同じ、クンタンとボラのね、配合、これでやっぱ植えようかなと思います。肥料ちょっとね、肥料確か好きなので、5、6粒、鉢も大きいからですね、入れてあげて、ベニカの流材も入れときますかね。入れて、こうね、植物にこう微生物で、菌をね、抑える、そんな感じで、考えてます。で、こちらをこう植えますけど、高さがあるからですね。またこれちょっと、あれですかね、竹串かなんかで、一回また、支えた方がいいかもしれませんね。こう倒れますからね。で、やっぱりあんまりこちらも根が張ってないな。ちょっとやっぱり水の上げすぎやったのかもしれません。ちょっとそこら辺を反省して、やっぱ根はね、水を求めて根が張っていきますので、まあいろいろ育て方はまちまちなんやけど、やっぱり自分はなんか、この土、こういった土の方が合ってるかな、育成にですね。だからやっぱりこう、自分の環境、自分のやり方に合った、方法、ね、方法だったり、土だったりっていうのはやっぱり、自分で見つけるしかないですね。いろいろこう、失敗したり、成功したりしながらですね。はい。そういったことが大事かなというふうに思います。こんな感じ。普通のね、エケベリアと同じ土で、植えました。オルトランだけはね、巻いて。この周りにちょっと竹串かなんか刺して、ちょっと、
根がね安定するまではそれで支えたいと思います。自分はですね、支えるための竹串はこういうやつがスーパーに売ってたんで、はい、こういうやつを使ってますね。長さが15センチやな、うん、これで、倒れないようにこういうやつですね、こういうやつをちょっとこう周りに刺します。まあ、これちょっとねあれが1本なんでちょっとこれ巻きますかね、こう八つ掛け支柱みたいにこういう風にしよっか、こういう風にやって分かるかな、あ、後で撮りましょうかね、こんな感じでしましたっていうのをね、うん、こういう感じで一本なんで枝とかでこう支えることが難しいので、3本ちょっとこういう風にやって、こういう風って言っても見えませんけどね、後でまあちょっとね、ちょっとカメラの位置が悪いんで後でちょっとね、こういう風にしましたっていうのはね、お見せしたいと思います。はい、支柱でね、支柱っていうかこんな感じにしました。こう公園とかでこう八つ掛け地下3方向からねこういう風にこう木に添えて、これまああの針金ですけどね、こういう風にこう止めてますね。でこれで根付いたらもうこの針金を取ってこの竹串をね取れば、まあずっとつけておくわけじゃないからですね、はい、根付くまではこういう感じで、管理をしたいと思います。どうですかね、2、3週間つけとけば、いい感じじゃないですかね。まあそれぐらいで、根が張ってくれないとまあちょっと困るんですけどね。はい、こういう感じでね、今回、植え付けました。で、こちらのね、また外で、しっかり日に当てて管理していきたいと思います。はい、ということで、先ほど植え替えした黒方針式、こういうふうにね、棚の2段目に置いてます。この支柱もね、先ほども言いましたけどしっかり根付いたら取り外してですね、こちらの方が、ちょんぱした、小さいやつここに植えてますけどしっかりね、根付いてくれるとありがたいですけどね。はい、こういう感じです。それと、こちらの方ですけどね、ここはあんまりこう日に当たってなかった分なんで、日の当たる方に向けてね、やっぱ同じようにこう、コントラストの強いこう黒とね赤がしっかりしてる、こういう色ねしていきたいなということで、この方向でね育てていきたいと思います。はい、ということで、今回の動画は終わりです。チャンネル登録とかね高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。